光の意志。しかしこの度はルルギアさんか。ランダルで戦ったビジョンの印象だと寡黙な印象だったけど、この度は私の不手際で多大なご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんでした。本来ならクリスタルの戦士を解任されてもおかしくないと。寛大な処置を賜り、ご恩情に深く感謝申し上げるとともに、こことも依存任務に精霊なんですか。ルシオ、ちょっとどいてくれ。ルルギア、大丈夫か。ここか。今回も胃のあたりか。ありがとうございます、ペリス様。ちょっと楽になってきました。これはどういう。ルルギアは胃が弱い、ついでに気も小さい。ルルギアさん、確かルシオ様とおっしゃいましたでしょうか。お見苦しいところをお目にかけまして大変申し訳ございません。いや、迷惑とかそんなのは全然いいんですけど、なんかランダルで戦った時とまるで印象が違うような。ルルニア君は無理して頑張っちゃうタイプだから。恐れ入ります、ベレーネ様。頑張っちゃうタイプ。改めまして、ルシオ様。私、ルルギアと申します。非力被災の身ではございますが、名前だけでも覚えていただければありがたく。はい、名前を呼ぶのがご面倒であれば、おいそこのとかでも全然結構ですので。先輩にそんな呼び方できるわけないでしょ。弱ったな。もういいんじゃない。ルシオ、困ってるよ。相変わらず巣に戻るととんだヘタレね。これでは話が進まない。光の意志、それでしたらもう、私ごときのつまらない話で恐縮ですが、お聞きいただければ。ルルギアさんっていつもこんな感じなんですか。そうね、普段はだいたい隅っこの方で静かにしてる感じかしらね。ランダルで戦ったビジョン何だったんだろう。お恥ずかしい限りで、どうぞそのあたりはお気になさらないでいただければ。ルルギアのことは今はいい。早く報告を。はい、ただいまいたします。というわけでして、情けない限りですが、旅衆の身というやつに。ってことは、最初に国務の使徒に接触したのはラフじゃなくてルルギアなの。いや、違うな。
ルルギアがディアルドという使徒と会話した内容が確かなのは、奴らに最初に接触したのはバルギア、いやアルストリア。私が不在の間の出来事を伺って同じ見解に至りました。はい、コアクリスタルを汚染され、ルシオ様が光のクリスタルの戦士として覚醒された一件、そのアルストリアと名乗ったバルディア様のビジョンは国務の使徒から力を得たのかと。やっぱり僕に様はちょっとやめてもらうわけには。それ言い出すとまた長いから、気持ちはわかるけど今は黙ってて。しかしそんな大変な戦いが起こっていた時に、私は何もお役に立てぬばかりか、敵に魔力を奪われ自分のビジョンまで作り出されて皆様にご迷惑を。穴があったら入りたいとはまさにこのことで。ベリス、出番。しょうがねえな、まったく。俺、あるから手を出せ。しかし、アルストリアの件と今回の件がここでつながってくるとはな。そうだね。で、これから私たちはどうしたらいいのかな。決まっている。国務の使徒を探し出し撃つ。いい加減に決着をつけるべき。だとしても次に国務の使徒がどこに現れるか、それがわからないと。ルルギア、と捕まってる間に手がかりになりそうな話とか聞いてたりしないの？はっきりとしたことは。ですが気になることは一つ。意識が朦朧としていた時のことなので詳細には覚えていないのですが。この際何でもいいさ、もったいぶらずに話せよ。蛇がどうとか、蛮族の王が引き起こした戦がちょうどいいとか。いいぞ。蛇、蛮族の王、それに戦。面白いキーワードだ。光の意志、アードラ大陸で過去に起きた、そしてこれから起きる戦争のすべてを閲覧する許可を。結構では。なんかわかった？キーワードに該当する戦争の記録を見つけた。若きリオニスの王子モント、教皇と恐れられたフェネスの君主ムラガとの決戦、後にリオンズバレー戦役と呼ばれるようになる戦いだ。ああ、確かフェネスってことはアドラ大陸の辺境で蛮族の国と呼ばれてたっけな。あとはヘビ？ヘビが戦争にどう関係してくるの？フェネスの教皇ムラガはこの戦において人間の身を捨て蛇になったとあった。何それ、意味わかんない。あとは実際に自分の目で確かめてみることだな。また私に行けって。アルストリア事件の時にいなかったからって働かせすぎだと思わない？でも復帰したばかりのルルギア君に任せるのもやれやれ、しょうがないもんね。いや、今回は我々全員で行くべきだ。あれ、
ルルギアを奪還されて以降、国務の使徒たちは異界での活動をほぼ停止している。つまり何かしら目的達成の準備が整ったと考えられる。彼らは何をするつもりなの？それが不明だから全員で行くことを提案している。連中が何を企んでいようと、俺たちが全員揃った今ならいくらでも対処できると。いささか乱暴であることは私も承知している。だがもうこれ以上世界の混乱を拡大させられない。短期決戦望むところ。光の意志はどう思われますか？いや、その私は行きたくないとかそういうことを申し上げたいわけでは。腕が鳴るわね。みんな気合い入れてよ。クリスタルの戦士全員で任務を果たす。なんだか緊張してきました。全員でお出かけなんて、いつ以来かしらね。お弁当いるかしら。あ、だったら肉多めにしてよ。あと辛いのダメだから。エレーヌすぐ辛くするんだもん。君たちはもう少しルシオを見習った方がいいな。今さら真面目ぶられても気持ち悪いだけだっての。いいからいいから。よしお前ら、世界の平和を守りに行くぞ。準備しろ。準備。必ずクリスタルの戦士として使命を全うしてみせます。右に同じ。以下同文。何その気合が感じられない返事は。ダメだよそんなの。もちろん使命とあらば微力を尽くす所存ですが。毎度同じことを言うのもはばかられるが、祈るために効く薬を持参した方がいいのではないか。ほら、お弁当もみんなの分ちゃんと作ったわよ。着いたら配るわね。あ、今、おかずが赤かった。辛いんでしょ、それ、辛いんでしょ。任せてください。なんで疑問形なんだよ。よし行くぞ。全員ついてきてるな。天候でも取るか。それじゃあ本当にピクニックになっちゃうでしょ。そのぐらい気負わずにいた方がいい仕事ができると思わんか。一参加者としてならそれも悪くはないが、必然的に年長者が引率すると考えればベリスの責任は重くなるのではないか。年長者とか嫌な言い方するね。お前さん、それじゃあまるで俺がおっさんみたいじゃないか。実際おっさんじゃん。あ、そういうこと言うか。そうかい。じゃあおっさんは後ろで楽させてもらうかね。うわ、一番タチが悪いおっさんムーブだから。それ若者に危険な仕事を押し付けて自分だけ高みの見物とか良くないと思います。どうなさいましたかルシオ様。いや、皆さん余裕があるなと思って。僕なんかほら緊張でこんなに汗が。本当ですよね。
なぜ皆様これほど肝が据わっていらっしゃるのか。私など初任務の時は冗談抜きで胃に穴が開いてその場で吐血したものです。それはまた大変でしたね。でもこれまでもルルギアさんは逃げ出さずに使命を果たしてきたんですよね。はあ、まあそこは致し方ないと言いますか、大体の任務や使命では犠牲になるのは罪もなければ力もないごく普通の人々だったりしますので、さすがにそれは見過ごしてはいけないななどと。偉そうで恐れ入りますが。立派だと思います。やっぱりルルギアさんも尊敬できる先輩ですよ。ルシオ様、私ごときに過分なお褒めのお言葉恐縮です。ルシオ様のご期待に添えるよう私も頑張りますので、一つよしなに。はい、はい、いやですから、そんなにへりくだられると困りますって。難しい人ばっかりだ。おしゃべりは終わり。なんだか嫌な気配がする。これは国務の力。まあ、なんてこと。ここ転移中の異空間よ。こんな場所で襲ってくるなんて。何こいつら。これまで何度もあちこちの異界を荒らし回ってきたやつ、ラフたちは遭遇したことがないの。ない。私の呪われた右腕は常に望んでもいない強敵ばかりを引き寄せてしまうらしい。雑魚ばかり寄ってきちゃうジュームと違って、やれやれめんどくさいったら。事実と反する。それにラフの右腕は別に呪われていない。雑魚じゃ私にかなわないってやつらも知ってるってことよ。油断は禁物だ、ラフ。そいつら見かけより強えぞ。しかも数が多い。異界で国務の力を集めるのをやめたっていうのは本当かも。だがこれではっきりした。敵はやはり我々が赴く先に、こうして妨害してきたのが証拠だ。戦いは避けられませんね。ルルギアさん、行けますか。少々お待ちください。今気持ちを整えますので。大丈夫、ちょっとだけ。ええ、私は戦士、弱気を助け強気をくじき正義をなす。生きとし生ける者の命と世界の調和を守るために。はい、ルルギアさん。クリスタルの戦士の名にかけ、邪悪を打つに躊躇なし。我が弾丸、世界にあだなす悪の野望を決して逃すことはない。行くぞルシオ、悪は滅すべし。すごい。自分を鼓舞してまるで別人に生まれ変わったみたいに。そこまでして使命を果たそうと。やっぱり僕尊敬します。僕も負けていられない。世界の調和、みんなの命、僕も守ってみせます。よしよし、ちゃんとルルギアはスイッチ入ったな。ならこっちも戦闘態勢だ。なんか
ルシオまで変なスイッチ入っちゃってるけどね。所詮は雑魚ね。どれだけ集まったところで肩慣らしにもならない。やられた。こいつらは妖刀だ。くそったれ。あなたたちお利口さんね。わざわざ一箇所に固まってくれて手間が省けるわ。早い。おのれ、近くからとは卑怯な手を。死ね死ね、みんなここで死んじゃえよ。あいつは、ジュームさん。攻撃の影響で異空間の歪みが増大している。気をつけろ。このままでは次元の狭間に落ちることになるぞ。まずい。近づいたらラフちゃんも歪みに捕まっちゃうわ。こんなところで全滅などという醜態は避けねばならん。ラフ、ペレーネ、君たちだけでも先に行け。ここは我々が食い止める。そんな、私たちの目的を忘れないで。あなたもクリスタルの戦士なら分かっているはず。心配すんな、後から必ず追いかける。弁当残しとけよ。別に心配なんかしてないし、早く来なさいよね。後で必ず合流しましょう。ちょっと、よりによってあの二人が逃げるの？本当楽しいわ。ごちゃごちゃ話してないで、僕の方を見ろよ。1、2、3、1匹か。2匹逃げたけど、まあいいわ。残りはまとめて僕のものだ。めちゃくちゃだなこいつ。強さの方もね。とはいえ6対1、いささか気が引けるが、一斉にかかって終わらせるとしよう。残念ながらそう簡単にはいかなそう。あれを見て。一人で相手するようなこと言っておいて、結局は助っ人呼び寄せてるじゃん。いや、あれは凄まじいまでの国務の力が奴という器から溢れ出しているのだ。溢れた国務の力が勝手にあの姿に変わってるってわけ？なりこそ幼いが、こと戦闘にかけて奴の力は底知れない。侮るな。お前さんが言うと説得力あるわ。来ます。キリがない。やはり本体を叩かねばダメか。ほら、どうしたの。戦いはまだまだ始まったばかりだろ。イミテーションコア、そんなものまで使うつもりか。
もう後がない。次元の狭間に落とされる。なんだ、これで終わり？冗談だろ、僕はまだ。くそ、イミテーションコアの力まで使った反動か。ペレーネ、ついてきてる？もちろん、もう少しで空間を出るわ。ラフちゃんも頑張って。これでも頑張ってるつもりなんだけど。さあ、追いついたわよ。あの嘘つき女が追いかけてくるんだよね。逃げ切れなさそうね。どうしましょう。追い回されっぱなしってのもなんか腹立つし、こうなったらここで決着つけてやるわよ。楽しいわね。次は何して遊びましょうか。言ってることと顔が噛み合ってないよ。あんた本当は嘘下手でしょ。私は哀れんでいるつもり。正直そんな余裕ないかな。もう面倒事ばっかりでうんざりなのね。この辺で手打ちにしてさ、おとなしく巣に帰る気ないの？お互い疲れるの嫌でしょ。正義の味方が言うセリフじゃないわよ、それ。何も知らないくせに。誰が好き好んでこんな、どいつもこいつも自分のことばかり。やっぱり交渉決裂かな。最初から交渉になってなかったと思うけど。切れると黙るタイプだった。ちょっと失敗したかも。押される。やば、このままじゃ私まで次元の狭間に。狭間？そんな生ぬるいこと言わないで。あなたは次元の壁にすりつぶされてそのまま消えてなくなるのがお似合いよ。こいつ、おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ、おい！やだやだ、お姉ちゃん、死んじゃってるの？息はあるようだ。ふむ、やはりここは俺が解放すべきだろうな。なんか、妙にあったかい息が顔にかかっているような。うわあ！誰よあんた！つーか、顔がいい！じゃない、近い！美しき姫に誰かと問われれば答えぬわけにはいかないな。我が名はハウレット。そしてこっちは俺の弟と妹だ。
さあお前たちも名乗るといい。礼儀正しくな。こんにちは、チェルだよ。タイタスだ。どうもご丁寧に。私はラフ。ラフ、短い中に気品と優雅さがにじみ出る素敵なお名前だ。また始まった。まあいいや。ラフさんだっけ。ラフでいいよ。じゃあラフ、あんたなんでこんなところでぶっ倒れてたんだ。倒れてた、私が。おいおい、本当に大丈夫か。俺たちがここを通りかかったらあんたが倒れてて、そこを俺が解放していたというわけだ。理解してもらえたかな。そうだったんだ。ありがとう。許可なく姫の滑らかな玉の肌に触れてしまった無礼はどうか許してほしい。滑らかな玉の肌って言い方が大げさじゃない。まあ助けてくれたんだから細かいことは気にしないけど。では改めてご挨拶させてもらうとしようか。姫との運命的な出会いを祝して、お手の失礼。いきなりひざまずいて何してんの。手にキスされちゃった。恥ずかしい。何、これも姫からの情熱的な返礼と思えばむしろ光栄というものだ。あんたすげえな、うちの兄貴に一発入れるなんて。それも平手ならともかく原骨とは。恐れ入ったぜ。ごめんなさい。取り乱しました。ああ大丈夫、兄貴は何とも思ってないさ。いきなりだったから。あれよね、儀礼的なそういうやつだよね。作法にのっとったものであることは認めるが、単なる儀礼と思われるのはいささか心外だな。俺の姫に対する思いはいついかなる場合においても真摯、そして真剣なものだ。だからいい顔が近いよ。兄貴はちょっと黙っててくれ。もう何の話してたんだ。お姉ちゃんがここで倒れてたのはなんでっていう話だよ。なんでと言われると。いい加減しつこい。あなたたちが悪いのよ。あなたたちが。はあ、意味わかんないし。どこかの異界に通じる出口。ラッキー、まだチャンスはある。どこの異界に行こうと今よりはマシ。おりゃちょっと、どこにこんな力が残ってたっていうわけ。クリスタルの戦士なめんな。こんなピンチの10や20余裕で切り抜けてきてるのよ。何が何でもあっちの出口に。
いろいろあってとしか。それで、ここ、どこ？どこって、自分で歩いてきたんじゃないのかよ。なんともミステリアスな姫だ。だが、それがいい。なんなのよ、その姫って。とにかく、ここがどこなのか教えて。リケロスとランダルの国境から、リケロス側にいくらか入ったあたりだな。以前もこのあたりを旅した記憶があるので、間違いない。そういえば、あの時も勇ましくも美しい姫に出会えたのだったな。それも、二人も。どうやらここは、俺にとって幸運の地と言えるようだ。あれは騙されたって言うんだ。何の話してるのかは知らないけど、ありがとう。ランダルね。よしよし、ついてるじゃない。アードラ大陸に出られたなんて。出られた？ああ、こっちの話。ついでと思って、もう一個聞いてもいい？ああ、いくらでも聞いてくれ。リオニスとフェネスの戦争って、どの辺でやってるかわかる？ちょっと、そっちに用があって。用？戦争見物とは、また大層なご趣味の姫だな。そんな趣味あるわけないだろう。リオニスとフェネスの戦争って、リオンズバレー戦役のことか？でかい戦だったって話は聞いてるが、とっくに終わってるぞ。え？終わっちゃったの？さすがに時間はずれたか。そううまくはいかないよね。なんだこいつ、さっきからよくわからないことをブツブツと。兄貴、ジェル、あんまり関わり合いにならない方が良さそうだぞ。フェネスの方に行くの？フェネスか。戦は終わったとはいえ、まだまだ混乱が続いている地だ。どうかな、姫。これも何かの縁。目的地まで俺がエスコートしてあげよう。ハニー、お姉ちゃんと一緒に行くってこと？わーい、賛成！聞けよ、人の話！ありがとう。でもね、私は夜の闇を生きるものだから、これ以上関わらない方がいい。チェルって言った？あなたみたいな子は特に、ね、そりゃいいことを聞いた。ほら、二人とも本人が関わるなって言ってるんだ。気持ちは尊重してやるのが一番。さ、行こうぜ。分かっていないな、弟よ。女性とは常に本心とは裏腹な言葉を口にしてしまうもの。関わるなということは、声をかけろと言っているに等しいとなぜ気づかない？言ってない。絶対言ってないぞ。とにかく私はこれでもう会うこともないと思うけど、お礼は言っておく。お姉ちゃん、うん、残念だけど、バイバイ。そしてここでふっと笑ってささっと転移する。そうすると彼らは驚いて、あの人は一体ってミステリアスな印象だけが残る。完璧。それじゃさよなら、いい顔の兄弟と妹ちゃん。なんだよ、妙な薄ら笑い浮かべて。気にしないで。それじゃあ今度こそ本当にさよなら。お姉ちゃんも元気でね。だから何なんだよ、今度は急に飛び跳ねたりして。
で？なんでよ！転移できないんですけど。今気づいたけど、うわ、私の魔力ほとんど空っぽ。お姉ちゃん、なんか汗かいてるよ。しまった、イーソルとやり合った時に本当に全力使い切っちゃった。そのうち回復するとしても、今の私ってそこにいるチェル以下の魔力なんじゃ。こんな状態で魔物かなんかに襲われたら、間違いなく死。今度は顔面蒼白で目がヤバい感じになってきたぞ。兄貴、行こう。なんかこいつ絶対危ないやつだって。やれやれ、どこまでも女心のわからんやつだ。姫はな、俺たちに先に去ってほしいとお望みなのだ。違う。ん？あれ？あ、いや、違わない方がいい。そう、その通り。さあ行こう、すぐ行こう。颯爽と立ち去る俺の背中を見送りたい。その気持ちはよくわかる。そしていずれ訪れるであろう運命の再会に思いを馳せるのか。意志らしい人。まずいまずいまずい、どうする、どうする。こうなったら。そういうことであれば、せめてその麗しい瞳に我が姿を焼き付けてもらおう。行くぞ、タイタス、チェル。では、近き再会を約して。今は待った、そこのいい顔の人、ちょっと待った。ん？ちょっと事情が変わったっていうか、そのこの辺魔物とか出そうだし、やっぱり少しの間私も一緒に行ったりしちゃダメかな、とか。げっ、なんでそうなるんだよ。そうか、俺としたことが。これではタイタスに偉そうなことを言えないな。一度の誘いで乗っては軽い女性と思われてしまう。しかしそこで引かずに重ねて誘われたのならば、それを受けるのは逆に比例。加えて突然の出会いに胸を高鳴らせてしまったことへの恥じらいにも言い訳が立つ。いや、そういうわけじゃなくて。今時なんと慎み深くありながらうちに情熱を秘めた姫だ。大変失礼した。女性にそのようなことを口にさせてしまうとは、このハウレット一生の不覚。そのせめてもの償いに、姫のために我が剣を捧げさせてもらいたい。終わった。またいらん厄介ごとに巻き込まれなきゃいいが。なんだかよくわからないけど、お姉ちゃん、ジェルたちと一緒に来るってこと？かな。ちょっとの間だけ、せめてこの森を抜けるまで。もちろんだよ、わーいわーい。ありがとう。はあ、仕方ないな。その辺の宿場までだぞ。分かってるな、ジェル。それにしても姫は随分と鋭敏な感覚をお持ちのようだ。よく気がついたな。え？何のこと？今魔物が出そうと言っていたじゃないか。確かに相当な数だな、これは。まさか。しかもどういうわけか
完全に取り囲まれている感じだ。なんでそれを早く言わないんだよ。全く気づかなかった。私自分で思ってる以上に深刻な状態かも。心配することはない、姫。いや、あなたのような方ならすでにこれも気づいているのかな。天才と称するほかないこの俺の剣技であれば期待に応えねばな。正々堂々と迎え撃ってやるとするか。ないのか？違うよ。では味方なのだな。もしやモント様直属の。これは頼もしい。違うよ。なんだ弱っちいな。やっぱり数だけ多くてもゴミは。何をしている、B が。あ、何でもいいだろ。暇つぶしだよ、ただの。目的を履き違えるな。ただ殺せばいいというものではない。それだけでは国務の力を増幅させることにはならない。お前が無断で持ち出したイミテーションコアに蓄積されていた分の力は確実に回収せねば我らの目的は果たせぬ。なんだよそれ、今さらどうだっていいだろ。そんなのさ、もう国務の力は十分に集まってるはずだ。僕にだってそのくらいはわかるんだよ。ならそのうちみんな消える。それでおしまいだ。違うと言いたいわけ？なんだよ、またそうやって自分だけが全部を分かってるって目だ。いつもいつもずるい、ずるいんだよディアルドは。そうやって僕と違って何でも自分だけでできると思うなら、なんで僕とリソルトに別れたんだよ。なんで僕だけをこんな形で切り離したんだよ。なぜだろうな。はあ、ふざけてんの。だがお前の言う通り、間もなく全ては終わる。そうなれば我らにとって理由など意味はなさない。それで良いのだ。そうかよ。だったらせめてクリスタルの戦士だけは殺す。僕が殺す。僕の全てを叩きつけて殺す。そして手に入れるんだ。得るものなどない。あったとしてもそれもまた同等に意味はない。なら余計にディアルドにはもう関係ないことだよね。関係ないんだから邪魔だけはしないで。早く早く来いよ。どうせまだ死んでないんだろう。あの程度で死なれてたまるか。来いよ、もう時間がないんだよ。
ふむ、ノラの魔物にしては手こずらせてくれたな。強でしょ。ハウニーはね、世界で一番強いんだよ。よさないか、チェル。本当のことをそんなに大声で。姫もお困りだろう。すまなかったな、姫。俺の美しさと剣技でさらに君を虜にしてしまったかな。顔が良くて腕も立つか。いるところにはいるのね、こういう規格外の人間って。俺の全てを端的かつ明快に表してくれる最高の賛辞だ。出会って間もないというのに俺をここまで理解してもらえるとは。やはり俺と姫との出会いは運命だったというわけだな。うん、それはないかな。運命の時はまだ先だと。なるほど。だが俺は待つことも苦にならない男だ。ひるまない。兄貴はいつだってこんな感じだよ。それで俺が苦労させる。キャラ付けの濃い家族をお世話するあんたも大変ね。うくち。あら、急に鼻がムズムズして。誰か噂でもしてるのかしら。もしかしてラフちゃん寂しがっているのかしら。早く迎えに行ってあげないと。だいぶ歩いたけど、そろそろ街道に出る感じ？ジェル、大丈夫？心配してくれてありがとう。でも、ピクニックみたいで楽しいから平気だよ。なんてけなげ。キュンときちゃうな。よしよし。まるで本当の姉妹のようなむつまじさじゃないか。タイタスもそう思うだろう。姫が家族となれば晴れて本当の姉妹になれるのだが、か。ほう、タイタスにしては察しがいいな。これまで何度似たようなこと聞かされたと思ってるんだよ。お兄ちゃん、その辺にしといたら。弟くん、ちょっとお疲れみたいよ。そうだそうだ、もっと言ってやってくれ。ま、悪いやつではなさそうだけどね。それにしてもさっきの魔物も明らかに国務の力で凶暴化してた。つまりあいつもリソルも近くにいるってこと。早く魔力を回復させないと。あんまりこの3人、特にジェルは巻き込めたくないし。お姉ちゃん、どうしたの？急に立ち止まったりして。お姉ちゃんの方が疲れちゃった？いや、やはり姫は鋭敏だ。また魔物の気配をいち早く察知したようだ。ぎ、また？ごめん、してない。なんだよ、どうして急にこんな魔物が現れるようになったんだ？ごめん、多分私のせい。とにかくラフは俺と兄貴の後ろへ。チェルもそばを離れるなよ。うん、わかった。いやいや、さすがにそれはちょっと私が情けなさすぎるから。いくらか休んで、さっきよりはマシか。今回は私も戦うよ。お姉ちゃん、強い。
勇ましい一面もお持ちの姫だな。ますます魅力的だ。ああ、ちょっと驚いたよ。親父お抱えの魔術師ぐらいの実力はありそうだ。その程度じゃお仕事にならないのよね、私たちの。ん？なんか言ったか？褒めてくれてありがとうって言ったのよ。どうやら姫ご自身は今の自分の力に満足いっていない様子だな。何？隠す必要はない。俺には分かる。分かってしまうのだ。姫の真の実力はこんなものではない。そうだろう。なんだよ、出し惜しみしてたのか？私だって好きで出し惜しみしてるわけじゃないの。事情があるのよ。事情が。事情か。何らかの理由で魔力を大量に消耗しているとか、そんなところか。例えばとてつもない強敵を相手に激闘を繰り広げた直後とか。なのよあんたのその異常な察しの良さは。さっきのとんでもない剣技といい、あんた一体何者なの？単に絶世の美貌と古今無双の剣技を併せ持っているというだけの男だ。ああ、はいはい。まあ、どんな事情があろうとも焦りは禁物だ、姫。時には時間に任せることも必要。今は休息の時と考えるといい。そのために俺がいる。姫をお守りする剣として。やはりこの出会いは俺と君にとって必然だったようだ。休息か。あまり休んでるような状況じゃないんだけど。ま、焦ってもしょうがないってのは賛成かな。なんか知らないが話はまとまったか？だったら俺たちの方もそろそろ休憩にしないか？これ以上はチェルが持たない。チェル平気だもん。子供扱いしないで。勘違いしてはいけないチェル。俺もタイタスもお前を子供扱いなどしていない。誰だって自分の宝物は傷つかないよう大切にする。それだけのことだ。そうだぞチェル、お前のことは頼りにしてるさ、いつだってな。そういうことなら、うん、許しちゃう。長男と次男、性格は全然違うけど妹に激ヤマなのは同じなのね。じゃあそんな優しいハウニーとタイニーにはこれを食べさせてあげる。じゃーん、チェルの特製手作りお弁当。おお、これはおろそかには食えないごちそうだな。昨日の夜、宿屋さんの台所を借りて作っておいたんだよ。あ、お姉ちゃんにはチェルの半分あげるね。あ、いいの？いい子すぎる。チェルの手料理が食えるのは嬉しいが、何でもちょっと甘いのかな。俺はもう少しピリッと辛いやつがいいんだが。やだよやだよ。悪かったよ。やれやれ、タイタスはまだまだ修行が足りないな。ラフちゃんの魔力が全然感じられない。こっちの方じゃないのかしら。ラフちゃんの身に何かあったら、私
あいつのことが心配？あなた、いつの間に？私の接近に気づかないなんて、そっちも相当消耗しているようね。いい気味だわ。それと、あの闇の戦士ならもうどこにもいないわよ。それは、どういうの？次元の壁にすりつぶされて跡形もなく消え去ったってこと。最後にあなたの名前を呼んでね。そう、しっかり見届けてあげたわ。だからもうあなたが探し回る必要もない。あなたがラフちゃんを？そうよ、理解できた？お友達が向こうで待っているわよ。すぐに行ってあげた方がいいんじゃない？私が送ってあげましょうか？はあ、そうなのね。安心したわ。ラフちゃんが無事でいるって教えてくれてどうもありがとう。生きているといえばあなたはそれを信じたの？どうかしら、言われなかったからそれはわからないわね。でも一つ確かなのは、嘘をついちゃう子の気持ちってみんな同じってこと。何それ、あなたに私の何が理解できるっていうのよ。寂しいのよね。そうでしょ？もうずっと昔のことだけど、ラフちゃんもそうだったわ。ずいぶん手を焼いたもの。私、あの闇の戦士と同じ？どこが？あんなお気楽なのと一緒にされるなんて心外よ。同じとは言っていないわ。あなたとラフちゃんは全然違うわね。だってラフちゃんはちゃんと自分の力で乗り越えたもの。あなたと違って自分で自分を支えるものを見つけたのよ。偉いわ。本当にあなたの言葉っていちいち勘に触るわね。できればあなたにもそういう何かを見つけてほしい。これは私の本当の気持ちよ。でもね、それとこれとは話が別なの。言ってる意味わかる？何なのこれは。汗、なんで私がこんな。たとえ無事でいたとしても、あなたは私の可愛い可愛い世界で一番の宝を傷つけた。そのことだけは許すわけにはいかない。わかりやすく言えば、万死に値するという。あなただけの変化をつけて違う生き方でやり直す。一度死んで生まれ変わったからにしてちょうだい。もう終わりかしら。そろそろ死ぬ覚悟はできた？獣、あなたの方がよっぽど嘘つきじゃない。私が間違っていたみたいね。あなたみたいなのだけには関わっちゃいけなかった。これは本音、心からの。信じてくれる？それは命
違いのつもり？それもいいかもしれない。死にたくないのも本音よ。どんなにみっともなくても。でもやめておくわ。無駄と分かってて試す以上の無駄はないもの。逃げた？いや違うわね。弱っているラフちゃんを狙うつもりなら、このまま案内してもらうまで。おいおいおい、街道にまで魔物がうじゃうじゃいるぞ。さすがにこれは少々異様な光景だな。それになんか魔物がすごく強いよ。そうか、強さは普段と大して変わらないように思うが。兄貴にとっては些細な差でも、俺とチルには、あとラフにも大問題になるんだよ。間違いない。この魔物の狙いは私なの。なんだって？そんなことは宣告承知だ。気づいてたのかよ、言えよ。魔物どもの行動パターンを見れば一目瞭然なのだから、わざわざ言う必要もないと思ったまでだ。そうなんだ、さすがハウニー。ああそうかよ。そんじゃ頭の悪い俺にこの状況をどうしたらいいのかも教えてくれ。そんなの決まってる。あんたたちはそもそも無関係なんだから、さっさと私を置いて逃げて。何をバカなことを。姫が俺たち兄弟を心配してくれる気持ちは嬉しいが、それはいらぬ心配というもの。姫に捧げたこの剣、ご信頼いただきたいものだな。国務の力で凶暴化した魔物をものともしない。嘘でしょ。この程度の芸当なら朝飯前だ。姫がお望みならばいくらでもご覧に入れよう。分かった。さてはあんた、光の意志すらその存在を知らないクリスタルの戦士ゼロ号ね。全てのクリスタルの戦士の大元となりながらも、記録と記憶を抹消された存在がいたりして、属性は無とか善とか、どっちかっていうと無がいいな。いきなり何を言ってるんだ。クリスタルの戦士？ははっ、それはおとぎ話か何かか。そうかそうか。だがせっかくならば騎士と呼んでほしいな。なぜならば、麗しの姫をお守りするために剣を振るうことこそ騎士の誉れだからだ。ねえチェル、ここ私もうちょっとだけ楽させてもらっても平気かな。もちろん、ハウニーとタイニーに任せておけば絶対大丈夫だよ。そうだよね、ハウニー、タイニー、お願い、こんな魔物ババーッとやっつけちゃって。姫だけでなくチェルにも期待されたとあってはますます剣が冴えてしまうな。チェルを守るためなら確かに文句を言ってる場合じゃないか。やるぞ兄貴。俺の剣について来られるか。姫たちの前だ、手加減はしないぞ。言ってろよ。俺だってこの旅で少しは成長してるんだね。ハウニーもタイニーもチェルのお願いは絶対聞いてくれるんだよ。チェル、あんた大物になるよ。
私が保証してあげる。シェルの手前カッコつけたけど、なんてカスだよ。お兄はどこ？見えない。あっちの方から魔物の悲鳴が聞こえてくるから全然大丈夫とは思うけど、分断されちゃったのはちょっとまずいな。こう言ったらなんだけど、あんたたち長男頼みのところはあるんじゃないの？悔しいがその通りだ。チェル、お前は俺のそばを離れるなよ。どうしよう、ハオニーのところ戻る？できればとっくにそうしてる。私の魔力はよし、だいぶ戻ってきてる。チェルのお弁当が効いたかな。ならここは私が頼みのお兄ちゃん代わりになってあげるとしますか。魔物が一瞬で。お姉ちゃんすごい。何その魔法。これがあんたの本当の実力ってわけか。本当の力か。こんな力あったところで人生が面倒になるだけよ。こんな力があるせいで私、普通の幸せってやつがわからなくなっちゃった。こんな世界の命運すら変えてしまうような強大な魔力、本当はいらないの？わっ、びっくりした。タイニーどうしたの急に。いや、わからん。どこからか兄貴っぽい匂いが漂ってきたような気がして、そしたら急に鼻がムズムズと。すまん。で、なんだって？いや、もういいです。相変わらず楽しそうな人生で羨ましい限りだわ。え、誰？どこから出てきたの？下がれ、チル。なんだかわからないがヤバい気配がする。やれやれ、そのうち出てくるとは思っていたけど案外遅かったわね。下がるのはあんたもよ、タイタス。こいつの相手は私がする。相手になるのかしら。この場所に落っこちるのに魔力を使い切ってるんじゃない？そうね。でもこの程度はハンデをくれてあげないと不公平ってもんよ。私をすりつぶすとか大口を叩いていたくせに、結局こうやって魔物をけしかけるぐらいしかできない三流相手にもね。言ってなさい。今のあなたの魔力じゃ私には勝てない。はい、出た、得意の大嘘。ここであなたを殺したらあの女がどんな顔するのか楽しみだわ。ペレーネのこと？どうしてそこでペレーネが出てくるのよ。はは、へえ、ふーん、そっか、ペレーネもこっちにいるのね。タイニー、チェル、怖い。お腹がギューってなる感じ。大丈夫だ、チェルは必ず俺が守る。二人とも一体何の話を。ハウニーが言ってたこと本当なのかも。ほら、お姉ちゃんはとてつも
もない強敵と戦ったって。だとしたら今の俺たちじゃとても手出しできない。そんな、お姉ちゃん平気だよ。心配しないで、ジェル。すぐ終わらせるから。本当にその状態で私に勝つつもりなの？チャンスはあるんじゃない？だってよく見たらあんたもだいぶくたびれてるし。何があったか当ててあげよっか。あんたいい気になってペレーネにちょっかい出したんでしょ？それがペレーネの逆鱗に触れてキャンキャン言わされて逃げてきた。そんなところ？うわー、どっさ、かっこ悪、恥ずかしすぎる。おいおいおい、めちゃくちゃ煽ってるけど本当に大丈夫なのか？お姉ちゃん、本当はそこまで戦える状態じゃないんだと思う。ジェルも少しは魔法使えるからわかる。お姉ちゃん必死に回復する時間を稼いでるんだよ。なんだよそれ。ああもう、こんな時に兄貴はまだザコと遊んでるのかよ。こうも言いたい放題やられると逆にすっきりするわね。ええ、そうよ、その通り。だからあなたを相手に憂さ晴らしをしようと思ったの。あれ、なんか思ってたのと違う展開に。ここは逆上して隙を見せるのがお約束じゃない？おいおい、煽られすぎて逆に冷静になっちまってるぞ。そういうわけだから遠慮なくやらせてもらうわ。ああ、もうめんどくさ。八つ当たりなら私と関係ないところでやってよね。ネジを与えられている感じがしない。お姉ちゃん頑張って。フルパワーならあと一発が限界かも。ちょっとヤバいかな。まったく、ペレーネもやるんだったらきっちりやっとけってのよ。あら、それはごめんなさい。ラフちゃんを見つける方が先だと思ったから。どっから出てくるのよ、あんたは。誰だ？何の気配もさせずに後ろから。また新しいお姉ちゃん。すっごい綺麗な人。シェル？私の時と反応違わない？あらあらあら、なーにこの子たち。ラフちゃんのお友達？私はペレーネっていうの。よろしくね。ジェルだよ。悠長に自己紹介してる場合か。前見ろ前。もう追いついてきたの。私かけっこは得意な方なの。案内お疲れ様だったわね。何が得意な方よ。来るんだったらもう少し早く来てよね。だからそれはごめんなさい。でもそれはそれとして、ラフちゃん、ペレーネのこの感じはやばい。めちゃ嬉しいわ、本当に。でもね、私それ以上に怒ってるのよ、わかる？いや、
声出たね。ラフお姉ちゃん、お顔真っ青。いつも言っているわよね、一人で危ないことをしたらダメだって。どこ見て喋ってるの。シェル、見たか今の。信じられん。うん、ラフお姉ちゃんがあんなに苦戦した相手をよそ見しながら片手で。ちょっと今取り込み中なの、静かにしてもらえるかしら。さて、いいことラフちゃん、私の言いつけを守らないからこういうことになるのよ。いい加減に覚えなさい。分かったのなら何か言うことがあるでしょ。はい、ごめんなさいわ。ごめんなさい、お師匠じゃない。あら、また反抗期。うっさい。まったく、もうつい乗せられるところだったわ。冗談じゃないっての。遅れてきて何を偉そうに。そっちこそいい加減に子供扱いしないで。ラフちゃん、まあいいわ、お小言は後回しにしましょう。とにかくあとは任せて。ラフちゃんはチェルちゃんたちと下がって見ていなさい。そういうの一番腹立つ。余計なお世話。私の見せ場はここからよ。ペレーネの方こそ黙って見てればいいの。まったく、どこまでもどこまでもコケにしてくれるわね。コケにされるようなことをする方が悪い。さ、借りを返させてもらう時間だわ。だいぶ元気が出てきたみたいね。痩せ我慢しちゃって。でもそういうところがまた可愛いのよね。そんなラフちゃんには、はい、これ特製お弁当。なんで今。それにお弁当ならもう食べた。うわ、赤というより黒？やめ。はい、あーん、えっ、お、あー、くく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 、辛い、超辛い、ほんと信じられない。辛いのやだ。びっくり、ペレーネお姉ちゃんのお弁当を食べたラフお姉ちゃんから。とてつもない魔力が。つか、俺たちはさっきから何を見せられているんだ。私のお弁当栄養満点だったから、あっという間に元気になれるわ。味付けはお塩と唐辛子にエーテルと、あとは秘密。いや、もうどうにでもしてくれ。あなたたちには本当にうんざりだわ。これはおひおひぐろよ。あらあら、舌がしびれちゃったかしら。はい、お水どうぞ。いくらでも出せるからいっぱい飲んで。あ、いや、た
いよりも辛さで死ぬかと思ったわ。さて、まだ口の中がビリビリするけど、続きといきましょうか。いやよ、もうおしまい。私まだ死にたくないの。それにもう仕事はしたわ。今頃リアルドが最後の準備を終えている頃、あなたたちにはもう二度と会いたくないわ。さようなら。あ、待ちなさい。消えた。どうなってんだ。あら、なんだかずいぶんと素直で潔く逃げたわね。私が煽りすぎて開き直っちゃったっていうのは内緒にしとこうって。転移するだけの魔力はちゃんとあるみたい。よかったわ。それじゃあ行きましょうか。なんだか急で残念だけど、ここでお別れみたいだね。あんたたちは一体。あ、いや、いい、何も聞かない。聞いたらとんでもないことになる気がする。俺の勘がそう言ってる。兄貴の世話だけでも大変なのに、これ以上の厄介事はごめんだ。もうダメだよ隊員、そんな言い方したら。お姉ちゃんたちにはきっとすごく大切なお仕事があるんだと思うね。ラフお姉ちゃんももうすっかり元気になったみたいだし、早く行って。ありがとうジェル。タイタスも。おうジェルの作ってくれたお弁当、とっても美味しかった。リソルに勝てたのはあのお弁当のおかげ。またいつかご馳走して。うん、もちろん約束だよ。私のも美味しかったでしょ。空気読みなさいよ。そういうところよあんた。さあお姉ちゃんたち急がないと。そろそろハオ兄がチェルたちを探しにここへ来ちゃう。そうしたら大変だよ。また新たな美しい姫がとか始まると長いぞ。それは困る。わかった。それじゃあハウレットにもよろしく言っておいて。ラフちゃんがお世話になったみたいで本当にありがとう。行っちゃったね。そうか、あの時ピョンピョン跳ねてたのはこれがやりたかったのか。タイニー？あ、いや、なんでもない。しかし、このことを兄貴にどう説明したら。ふむ、どこまでもミステリアスな姫だったな。美しい女性には謎が多いものだ。あ、ハオニー、いつの間に。急に後ろから声をかけるな。なんだよ、見てたのか。ちゃんとお別れしないでよかったの。一時の別れは次に再会した時の感動を彩る良いスパイスになるというもの。そう、姫の真の力を覚醒させたあの弁当の辛みのようにな。どこから見てたんだよ。まったく自分の兄貴ながらわけがわからない。さて、ラフ姫たちとの再会という新たな張り合いもできたことだ。俺たちもまた旅を続けるとしよう。行くぞタイタス、チェル。今夜の宿では俺たちも少々辛みのある食事でも頼むとするかな。宿
さて、もともとの目的地はここのはずだけど、他のみんなは大丈夫かしら。あいつらなら私以上にしぶといから心配いらないって。それよりペレーヌ、あれは。なんだこれは。ヘビ、無数のヘビが。ラナンが言ってたよね、フェネスの王は人を捨ててヘビになったって。この戦場のどこかに国民の使徒が。それにしてもラフちゃん、分かっていると思うけど、余計な介入はするなって言うんでしょ。ええ、残酷なようだけど、これは国務の使徒とは関係ない、歴史の一部なのだから。だとしてもあんまり見ていて気持ちのいいもんじゃない。行こうテレーネ、さっさとやることやって早く帰りたいし。そうしましょう。ダメだな、やはり出口らしきものは見当たらない。先ほどからかなり長い時間歩き回っているような気がするのですが。その感覚もどうだかな。なんせここは次元の狭間だ。時間も空間もよそとは違う。やっとの思いで脱出したはいいものの、その時にはもう世界のすべてが滅びた後で。なんちゃって。縁起でもないこと言うのやめましょうよ。国務の使徒を放置しておけば、いずれ本当にそういう事態になるかもしれない。やはり一刻も早くここを脱出しないと。夜によって残っているのがラフとペレーネだからな。確かにちょっと心配だ、とはいえ闇雲に動き回るのは非効率的だが。お、どうしたルシオ。いえ、今一瞬ここにいる皆さん以外の気配を感じて。気配って、さっきも言ったが、ここは次元の狭間だぞ。他に誰もいるはずが。いえ、確かに感じるんです。それもよく知っているような。近づいてくる。そこか。誰なんだ。お前は。